はい、皆さん、こんにちはでございます。ディスニーチャイルドアップデートしましたね。早速見ていきましょう。めっちゃ動く。クぴゅん、クぴゅん、クぴはい。出落ち感。ということで、今回何をしようかなと。前回、星5を進化させる、星4とか進化させるのがしんどい、きついんじゃないかということで、いろいろあったんですが、今回新しくイベントが来ております。はい。えっと、なんだっけ。レダの華麗なる日々と、進化ロードイベント。 よって、もしかしたら星5簡単に作れるんじゃないかなというところなんですけど、華麗なる日々っていうのが、えっと、ノーマルクエストとかイベントクエスト、あ、ストーリーか、ストーリーとイベントダンジョンで、たまに落ちるものなんですけど、これを1日10個集めるともらえるんですが、この11日目と14日目、これが星5の強化素材、あの進化素材なんですよ。はい。で、これ2体と、あと,ってると、進化ロードイベントでもう、喋ってる進化ロードイベントで、 えっとですね、ここの今結構やってるんだけどその星4を星5に進化されるとチャイルドが2体もらえるんで実質1体星5がいれば星6に進化できるんじゃないかなと思いますで星5を星6に進化されると、えっと、なんだっけ星5確定の鉱石150個もらえるんで1回回せますよねお急にしゃべった、はい、なんで今回のこのイベントはやるべきじゃないかなと思います で、えっと、前回のイベント、8日間の約束だったかなを全部クリアすると、3000ぐらいもらえるんです、石が。で、進化ローズイベントの分で1000ぐらいもらったので、今5890あるんですね。はい。なんで、これでまたガチャを分回していこうかなと思います。めっちゃもらってる。絆ブースト四年ね。はい。五千1500もらった。で、さらにですね、パーティーも結構強くなりました。えー、っと、紅が こがま前からあれなんですがエシリオンも絆レベル上げてリタニアも上げてでゼロスゼロスね前可愛くなかったんだけどこれ進化さ進化という絆上げるとこれが可愛くなりますで個人的に好きだったこのメディア星さんなんですけどこれも星5に上げましためっちゃ可愛いいこれ一番好きなんですよ俺。<laughs> この顔もタイプだし、このお,おっぱいちょっと、おっぱいちょっとでかいけど、うーん、でかすぎるけどね。はい。まあそんなことはどうでもいいんですが。なんで、まあ自分の好きなキャラも星6になる可能性、まあなれるんで、いいんではないかなと思います。まあ、えっと、素材が集まったら俺は甲賀を6にして戦っていきたいなと。まあなんだかんだ言って星5はやっぱ強いんで。はい。ということで、まあ7000もあるんで、分回していこうか。なかなかね当たんないからね、召喚、いきます。 でですね。これ、ピックアップ召喚。ありがとうございます。150万ダウンロード突破ということで。こっちをね、分回していこうかなって。た下のはね、これ、コーが持ってるから、ピックアップでコーが当たってもちょっとショック出していいと思って。まあコーが2体でもいいんだけどね。まあせっかくなら、上で。いきましょう。1900。何十、30年できるのかないきましょう。頼むよ。 ささへい、星三。おっぱい。<laughs> うんと、気持ち悪い。えいえいえい。お星四以上。四かな、これは。あレードかわいい。レードいいね。育てる価値はありそう。エウロス持ってる。うん、おっぱい、おっぱいテニス。テニサー、テニサー。 うーんと、ババコンガ。ババコンガだね。なんだっけあれ。雪のやつ。あこれは、弱い。3。<laughs> 3っていうのもよくなね。うーんと、DJ 大学生。4。星4以上。青、青。がんやすー。まあ、イケメンっぽいやつ。もう一回行きます。20連目。 いい感じ。めっちゃヌルヌル動くな。まあ、これのガチャのいいところは、全部が外れじゃないっていうところなんですよね。まあ、星3でも強化素材っていうか進化素材に使えるんで、全然ありがたいと思います。はい、星4、は、まあ、い,い。お、かわいい、かわいい、かわいい。いいね。星3。うノーコメント。 ダブル。星4。星5。あーこれは知ってるけど、まあそんな、そんなんやな。<laughs> あー持ってる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 。いやー、気持ち悪い。マジ出ないね、これ、星5。あかっこいいな、こいつ。これ育てようかな。やっぱね、見た目で選ぶんですよね。まあ 回復系はねちょっと一体を入れるけどああ星4はい30連目マジで出ないなこれ <laughs> いい感じ星3持ってる3体目持ってないえ持ってるのアイドル ちょっと面白かったなちょっと面白かったなちょっと面白かったな悔しいな書いてるときどんな感気持ちなんだろうねお可かわいいさすらいの少女探偵星4はいもう無視当たんな当たんなすぎでしょちょっときた青川4ああフローラ ライト、うん、来い。えー、来ない。あ、4。はあ、こ来ない。レーダー2台目。40連足りませんでした。はい、30連で、まあ、案の定、星5は出ませんでしたが、個人的に好きだったな、これ。ポアロン。<laughs> ずるないこれ、ちょっと。笑わせに来てるでしょ、絶対。 はい。で、まあ、今見た感じだと、チャイルド見ていきましょう。ええー、と、とりあえず強化するじゃなくて。あ、チャイルドか。ええー、とね、どれがちょっと可愛かったかな。もうこれも可愛かったね。強いのかな。ネバン、ネバンが、ええー、と、スキルの方を見ていきましょう。うん、あ、バフ攻撃とかかな。うん、ほん、ほん、ほん、的なるほど。これか。 えとね、個人的に好きだったのは、どれだったっけ星3だった星4だったっけあれどこ行ったか可いいのいたような気がしたんだけど。これ、これじゃないこれは前からいたか。あ、これ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 、かわいいなと思うんで、スキル見ていきましょう。死の呪い。光属性の時に対して、あ光属性がいないと結構きついか。ランダムで、ね、899。 闇属性プラスまあでも弱いな。はいということで、まあまあまあ、外れじゃ外れだったけど、でも、全部これ素材持っていけるので、いいんではないかなと思います。はい。で、またね、星5に、星6に進化させれることができて、でこれ全部クリアすると、星5もらえるんで、エミレスちゃんエル、エルメスちゃんね。エルメスちゃんゲットできるんで、はい、頑張っていこうかなと思います。 はい。ということで、今回はこんな感じ。で30連しましたが、まあ、当たりませんでした。いや、まあ、あの、ひまわりがちょっと面白すぎたね。<laughs> はい。ということで、ご視聴ありがとうございました、えー。コメント、チャンネル登録、いいね、ぜひぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。